ボビニー裁判とは、フランスのボビニーで1972年の10月から11月にかけて行われた人工妊娠中絶に関する裁判である。強姦の犠牲者で当時非合法であった中絶手術を受けた未成年者及び中絶の手助けをした彼女の母親ほか3人の女性が裁判にかけられ、被告代理人を務めたのは、 フェミニスト活動家として知られるジゼル・アディミ、弁護士であった。この裁判はメディアで、大々的に取り上げられて、大きな反響を呼び、人工妊娠中説の合法化への道を切り開く、ことになった。フランス司法省のウェブサイトに掲載された記事、及び、フランス元老院のウェブサイトに掲載されたジゼル・アディミ、弁護士の証言によるものである、ボビニーにある、マリー・クレール人同郷、 マリー・クレールは脱退罪の容疑をかけられた。ジゼル・アリミ弁護士が代理人を務めた。ボビニー裁判所はマリー・クレールを無罪とした。この判決は人工妊娠中絶を合法化する1975年1月17日付法律の成立への決定的な一歩となった1972年、当時16歳の女子高校生、マリー・クレール・シュバリエが 同じ高校の友人に合姦され妊娠した。子供を産み育てる状況にないと判断した彼女は母親ミシェルに相談した。ミシェルはパリ交通公団の職員だったが、月収1500フラン。夫は失踪し、女で一つで3人の娘を育てていた。妊娠を確認した産婦人会は中絶手術を拒否しなかったが、ミシェルの月収の3倍に相当する4500フランの 手術代を要求した。ミシェルは仕方なく、非合法で中絶を行う女性に相談した。この女性は、同業者のリュセットドユブーシェに相談。ドユブーシェはさらに、ルネ・ソーセに、ルネ・ソーセはさらにミシュリーヌ・バンビュックにとたらい回しに、された。ミシュリーヌ・バンビュックは、夫と死別した後、ミシェル同様、女で一つで三人の子供を育て、 過去に非合法の中絶手術を受けた経験があった。ミシュリーヌ・バンビュックは1200フランで手術を引き受けた。子宮ゾンデを使った手術だった。三度目の手術を受けた後、マリー・クレールは深夜に出血し、病院に運ばれた。一命を取り留めたものの、この時病院への支払いのために、ミシェルが切った小切手は、不当たりとなったが提訴を回避するためにこの費用を立て替えたという。 数週間後、交換の犯人が別件で逮捕された。彼は警察の注意をそらすためにマリー・クレールが非合法の打体を受けたことを告発した。早速、警察官数人がマリー・クレールとミシェルの家に押しかけ、自白を迫った。二人は身柄を拘束され、やがて中絶を助けた三人の女性と共に容疑者として逮捕された。ミシェルは、 フランス当局から拷問を受けた、ジャミラ・ブーパ社の事件に関する本、ジャミラ・ブーパ社を見つけ、弁護士、ジゼル・アリミに連絡を取った。ジゼル・アリミは、代理人を引き受けた。シモールド・ボーヴォワールとジゼル・アリミは1970年に、非合法の中絶により起訴された女性たちを守るために、女性のために選択するを立ち上げていたが、容疑者らの了解を得て、政治裁判を行うことに決定。 弁護団は犯人に謝罪を求めるだけでなく、中絶や否認は、もちろん、これらに関する情報を提供すら、非合法とした、人工妊娠中絶及び否認プロパガンダに関する1920年7月31日付法律、事態が不当であると主張した。とりわけ、当時、中絶が非合法であっただけでなく、手術を受けるには、中絶が合法化されているロンドンが、 ジュネーブへ行くしかなかったため、マリー・クレールのように貧しい家庭の女性には手の届かない話であった。このため、金持ちは英国へ、貧乏人は牢獄へというスローガンのもとに戦っていた女性解放運動と選択権の活動からがマリー・クレール支援のためのデモを展開。メディアで大々的に取り上げられ、大きな反響を呼んだ。1972年10月11日。 成人4人の裁判に先立ち、ボビニー少年裁判所で、マリー・クレールの裁判が非公開に行われ、その後、公開審問で判決が言い渡された。マリー・クレールは、精神的、社会的、家庭的な状況により抗えない制約を受けたという、理由で無罪になった。1972年11月8日、ボビニー裁判所で成人4人の公開審問が、行われた。 フランス語の政治裁判の定義は明確ではないが、ジゼル・アリミは、手っ取り早い非公開の裁判で問題をもみ消されないよう、公開審問において、裁判官の頭越しに世論に訴えることで、特定の法律、制度、または政策のあり方自体を問うこと、裁判を政治討論の場に変えることと説明している。本件では中絶禁止法自体の有効性を問うことであった。 公開審問では、シモー・ヌド、ボーヴォワール、科学者、アカデミー、フランセーズ会員のジャン・ロスタン、ノーベル生理学、医学賞受賞者のジャック・モノー及びフランソワ・ジャコブ、女優のデルフィーヌ・セーリグ、フランソワーズ・ファビアン、政治家のミシェル・ロカール、詩人、政治家のエメ・セゼール、医師のポール・ミリエなどの著名人が、証言台に立った。ポール・ミリエは医師でありながら、 非合法の中絶を支持したため、国立医師会評議会から懲戒処分を受けることになった。ミシェル・シェバリエから相談を受け、中絶の手助けをした、デュセット・ドユブーシェトルネ総裁は、無罪となった。ミシェル・シェバリエは執行猶予付き500フランの罰金刑を言い渡され、不服申し立てを行ったが、控訴院が裁判日程を決定しないまま時効を迎えることになった。 ミシュリーヌ・バンビュックは中絶手術を行ったことで執行猶予付き禁固刑1年を言い渡された。選択権の活動からはボビニー裁判の一部始終を記録した人工妊娠中絶裁判にかけられた法律ボビニー事件を発表。数週間で3万部の売り上げとなった。ミリエイ氏は判決の翌日、フランス・ソワールが見に、私だったら、 マリー・クレールの中絶手術を引き受けただろうという記事を掲載した。ラジオテレビ局はこぞって特集番組を組んだ。裁判前に、ボビニー裁判所書記官は、容疑者の無罪方面を求める多くの手紙、電報、請願書を受け取っていた。ジョルジュ・ポンピドゥ大統領は1973年1月9日の記者会見で中絶について、質問を受け、最初は言葉に詰まったものの、 中絶に関する現行法は、時代遅れだと認め、選挙後に、議員、宗教指導者、医師団等と、否認や中絶に関する話し合いを開始すべきだとした。メディアで、大々的に取り上げられ、大きな反響を呼んだこの裁判は、人工妊娠中絶の合法化への道を切り開く、ことになった。AB、レプロセデボビニ、CALAMEO.com https, en, carami.com, books, 0001354418c8, dcb050e6d2018 年7月20日、閲覧。abcd, i l y a 4 0案、ルプロセデボビニ、justice.gov.fr、httpwww.justice, g r o v fr, イストワールイパトリム1-1050。 プロセイストリックマイナス -1411 イル・ワイ・マイナス40アンルプロセで、ボビニ -24792 html 2018年7月初解日閲覧。abc ファムズイプーベオーシナト www.senat.fr.2018 年7月初解日閲覧。40アンアプレボビニエヌブリーパマリエクレール l e p a r i s e n f r h t t p w w w r e p a r a i n e f r z i n e s a i n t o d n i 9 3 4 0 a n a p r e b o b i n i e n v r i p a m a r i e c r e e 0 9から11から2012から230万 5779php2018 年7月20日閲覧。ドシエイストワールデラコントラセプションデイツエルインターノートイストワール w w w l,、LA a l, v e Rep、l i n t e r n a u t e c o m 二千十八年七月二十日閲覧。lave パリティックアンフランス・テーム四。lave レプーブレイク・アイル。アプルーブで l a デューリー二千十八年七月二十日閲覧。レディ・フェンセス・フェンジブス。二千十八年七月二十日閲覧。イナドット・ fr。アンスティチュ。ナショナル・デ・エル・オーディオ・ビジュール。 オバルタモンアフェアミリーズ今 .fr,2018 年7月20日閲覧。オバルタモンユヌロイ・ EN プロセイデーズ・ギャリマード、サイトギャリマード、www.galimard.fr.2018 l 年7月20日閲覧。コモンエル・オバルタモン a, t, l, ガリス。 リバーション fr,http, w w w リベレーション、fr, リバッツ ,2017,07,12, コメントエル・オバルタモネエーテレガリス1583,3652018年7月20日、閲覧。イナドット f r アンスティチュナショナルデエル・オーディオビジュール。ジー・ポンピドー、シュール・ラプレース・デラ・ファム、シュール・エル。 オバルタモンイラコントラセプション。今 .fr2018 年7月20日閲覧。ありがとうございます。